3人にちょっとドッキリを仕掛けようと思いまして、ドライブのネタをやるということになって、最初の前半に畳みかけるなっていうツッコミのところで、皆さんにスタンディングオベーションしていただいて、でアメリカとかでよく見る拍手してみた立ち上がる、それをした時に3人がどういう話をするかっていうのを、皆さんと一緒にご協力いただいてやろうと思います。実はですね、あの四千頭身さんのネタでドライブってあるじゃないですか。ドライブのネタ、その初めてお客さんに披露した時のお客さんの笑い声を何デシベルか測りました。単独の時もう測ったんだ。はい、うん、それがですね150デシベルだったんですけど、どうなの。いや相当すごいんじゃない。それ多分相当すごくて、ただそこからもう何回も練習されてるじゃないですか、うん、練習とか練習は本番もしてきてる何回も。練習を積み重ねればやっぱ上達しますから、うん、今ドライブやったら300デシベルぐらいは達成できるんじゃないかと思って。デシベル、お前どこまでそんなんだって。ウケなくなるからネタはどんどん。そう、今誰も笑わないから歌手じゃないんだから。多分四千頭身さんが今一番ドライブをうまくできますよね、日本で。そりゃそう。だから今回は漫才ドライブを披露してもらって、それを測るので。地獄じゃん。お客さんの笑い声が何デシベルなのかっていうのを測りたいと思います。2デシベルぐらいだ。一人笑うぐらいの。でも300もちょっと正直あれですね、もっといくかなとは思ってます。何いくと思った。何いくと。やっぱ表参道グラウンドで150だったんで、うん、単純にキャパが倍じゃないですか、うん、だから300で1人の笑い声1、まあ、だとしたら元々は1だったんですけど、元々は1、はい、だとしたらちっちゃいな。練習を積み重ねたドライブだったら多分1人2ぐらいはいくので600。でもいくかな、いくと思う。600とかどんぐらいの大きさなの。120デシベルが、うん、あの飛行機の騒音だから、うん、飛行機5台分ってことですよね。バカなの。あーなるほどね。でも嬉しいけどね、そんな受けたら。ということでじゃあ600目指して。楽しみだ。はい、どうもさ、ドライブしたいな。俺もドライブしたい。初めてでやってこうか。そうね、ドライブやってこう。俺だからドライブするから、お前はそこで見て。そんな悲しいことない。んこれどっちが運転してるの。ちゃんと中じゃ。何握ってたんだよ。外見すぎ、前向いてないから。お前が中心がいるのはこっちへ通るから。脇に運転の意味違う。妻博士が汚いわ。で、信号ウィンカー出したらイヤホンつけたらドライブ中だと顎だけ浮いてる。おー、前半に畳みかけんの。緊張しました。やっぱちょっと魅力的だ。いい人たちですね。
漫才中にスタンディングオベーションが起きたらびっくりすると。すごいびっくりした。スタンディングびっくりした。それだ、これがさ、置いてあったの。え？何かはあるなって思う。出たな、お前、そういうとこな。これもう、バッチリだな。まあ、あんま袖をなんかプラプラ歩いてるから。歩くなら全部行くんだ、俺はどっかで出したらいいんだよ。一応嘘だ、じゃあ。そうです。でも行ったんじゃない、600。測ったの。あ、測るわけないです。測るわけない。なんで俺飛行機5台目行きたかったの。あめっちゃバカだったよね、声。なんか、いや、出せるわけないじゃんって言ってる、なんか隣で、でも、そんぐらい出したら嬉しいみたいな。いやー、やられたね。一瞬びっくりしたね、夢見てたと思ったの。ドライブをさ、うん、フル尺でやることなんかないじゃん。ない。営業でもフルでやんないもんね、外とかでもね。僕らを見に来てくれるお客さんなんかさ、うん、絶対知ってくれてるわけだから、うん、もうスタンディングオベーション来た時に、なんか俺、作ってよかったって思ったの。動画を見てくれてありがとうございました、うん、気になった方は、チャンネル登録、グッドボタン押してね。概要欄に Twitter の URL もあるので、ぜひそちらもご覧ください。いいんじゃない？いいかな？こんな感じ？こんな感じ？はい、いけそう？じゃあね。